マイクか。はい、マジだです。今日は荒川豊造の孫、外孫の豊場誠也という。僕、水月釜にいたんです。だと思います。先日お亡くなりになった人間国宝の加藤宝蔵さん。宝蔵さんもされますけども、それはだと思いますけど、給料もなく下働きでずっと独立するまでは豊造の身の回りのものをいろんなことをもう、まあ今そんな制度っていうか常識っていうのはないですけど、やっぱり皆さんその、まあ、宝蔵さんもそうですけど、荒川豊造という人間と作品と生活とその雰囲気とかをこう目指してというか沿って作と人生を歩んできました。僕もそうなんです。僕も数年前まで焼き物を作るということをやってましたけど、今はお休みしてて、で、何が言いたいかと言いますと、作家が作ったものが古物市場にちょっと入っちゃうっていうことが稀にあります。ちょっと前で言うとさんの瀬戸黒が、まあ、代表的なものだと思います。で今ちょっと前だとさんで、最近だと彼らは、偽物を作ろうと思って作ったわけじゃないということをちょっと言いたいということです。稀に僕の作ったものもインターネットで鈴木治とか加藤宝蔵とかっていう名前でなんかよくわからんもので出てくるんです。僕は荒川豊造で出てきてほしいんですけど残念ながらまあちょっとですけど、豊場さんはかなり豊造に近い焼き上がりです。最初見たら豊造と思いました。で、うち弟子の中山直樹さんは作りがかなり豊造に近いという評価を得てます。だから、さんもそうですけど、今のさんもやっぱり一生懸命それを習って本物を見て一生懸命作ってる。だからまあ作家に悪意はないというか罪はないという話です。以上です。はい、次のクエスト。昭和の人形さんと、はい、人形10体豊蔵の孫娘さん、意外にこういう意外にこういうしょうもないの好きで、孫娘意外に買ってます。可愛いもん、はい、スタイル古いもんで、もう昭和もと一つ一つ症状が違って、まあ、大量に生産されたものですけど、まあ、消費され尽くして、まあ、なかなか少ないもんなんで、まあ、こういうものもあるなと、可愛いなという感じで、統制陶器の前の段階、昭和初期大正末ぐらいの品物だと思います。それでよろしいですか。はい、でこちらがですね、偽物に見える本物の品。はい、これ偽物に見えます。まあ見比べて、まず触らずに見てください。で持てば分かります。触って厚みを確認していただくと、あ、これほど違うものなのかと実感できると思いますので、これも置いてきますのでぜひ見てください。あとこちらに陶片を、持ってきました。はい。一番見てほしいのはこの白のぽっくりの陶片。これなかなかないものなんで、ぜひ。まあこんなところです。では次はい。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。